はい、どうもサオでございます。いや、今週のアプリは暑いですね。今の春の方の今週です。で、まあ、今回は、はい、画面来い、来たアナザーエデンですね。どうもなんかスタッフに、クロノトリガーの方とかが、いるようで、まあ、なんかそのクロノトリガーとか知ってるとあーってなるようなイベントやらキャラやら演出やらがあるみたいですね。まあ一応、まあ、ネタバレになってしまうんですけれども、いいですよね。説明しなきゃ魅力が伝えられない。まあ、軸を超える猫アナザーエデン、殺された未来を助けに行こう、時の闇の振る舞いに、ということでね、と噛んだんですけど、タイムスリップするRPG です。まあ、最初は中世の普通の昔懐かしい、RPG で始まるんですよ。まあ、すごいいいんですよ、それが。で、まあ、なんやかんやありまして、未来、800年後の未来に行きますと。まあ、そういった RPG になっております。でですね、まあ、ストーリーの方はダウンロードしてみてやってもらえればいいかなと思います。行きましょう。やりましょう。ゲーム性のお時間でございます。どこかな、ありました、アナザーエデン。はい。で、まあ見てわかると思うんですけど、パーティーがね、うねうねついてくるゲームです。はい、バトルがこれです。コマンド式の RPG になってます。で、一回攻撃ってボタンを打つとみんながね攻撃してくれるっていう、まあ単性の RPG です。まあ、基本的に多分一人一人の素早さとかはなくて、味方サイド、敵サイドみたいな感じで動きます。まあ、結構サクってできます。あとシームレスですね。珍しくないですか？ RPG の、まあ、反シームレスですかね。バトルがピュって入るんですよ。エンカウントして。まあ、ちなみにこれはもう800年後の未来なんで、近代感が出てます。こういう風にシームレスで入るんで、めっちゃ珍しい。まあ FF13 の感じに似てるんですかね。で、バトル終わるとピュって戻ります。こんな感じに。でね、この猫ちゃんがねすごい可愛いんですよ。で、あとはねスキルがありますね。まあ結構単純なんで、まあぜひやってみてもらいたい。課金とかしないでもストーリーがすごい面白いんで、あ、強そう。で、この左側の剣攻撃、弓攻撃、土かな、土攻撃ってなってるんですけど、ここをタップすることで、スキルが出ますね。で、チェンジは後ろの仲間と交代できるのかな。これやったことないですね。やってみましょうか。あ、そうですね。まあ、なんで、まあ、一応ファイアスラッシュ、ハンターショット、ホリレイと選択します。これ一回一回選択しないとダメです。ハンターショット。こんな感じです。今2倍速にしてるんで早いんですけど、まあスキルもありますと。で、まだまだ解放されてない要素があるかもしれません。で、はい、肝心のリセマラなんですけど、まあリセマラは結構不可能、30分に1回チュートリアルガチャが引けます。ただ、マックスのレアリティのキャラは、チュートリアルガチャでは排出されないので、まあ、リセマラしないでストーリー楽しむのが一番いいと思いますね。で、この記録ってところでね、実績を達成する、あ、勲章か。勲章を達成すると、ここでね、まあ、石がもらえるんですけど、まあ、この、さっきまで知らなかったんですけど、石がもらえるんですけど、まあ、少ないと。で、ガチャ画面が、これですね。夢見。もう、出会い中歓喜の出会い編ってなってますね。で、ここで100個で1回引けます。なんで、これ40分ぐらいやって190個なんで2回もできてないと。なんで、リセマラはあまりおすすめできないですね。で、リセマラする場合は、チュートリアルはまだ多分僕も終わってないと思うんですけど、未来に行ったところで、もらえる勲章が100個ぐらいあるので、勲章じゃねえや。このクリスタルみたいのが100個ぐらい貯まるので、そこで1回、40分に1回ガチャを引いて、まあ、星5が出れば、リセマラ終了と。まあ、あんまりおすすめはできないかなって思います。じゃあ一回引きましょうか。
星5が 2% らしいです。このねガチャの演出すごいっすよね。お、金色なのかな。あー3ですね。なんかよくわからないキャラが出てきました。やーやー、君お腹空いてそうな顔して、あ、でもホイップの味付けが好きな、はい、というわけで多分ハズレなんですけど、ちょっとパーティー入れましょうか。パーティーはここの画面でね、こういう風に編成できます。なんかね、あれと似てる。もう編成画面だけなんですけど。なんだっけ。あー、忘れちゃった。まあいいや。スクエニのゲームに似てんなって思ったんですけど。パーティー最大 4人と猫。猫がなんかのキーっぽいっすよね。新しい子は、格闘家かな。まあ多分ね、スキルとかがもっと必殺とかがありそうな気がするんですけど、まあ、倍速切ってやりますか。4人になると楽やな。弱っ。はい。で、次の要素の説明になります。装備がね、あ、じゃあ外しちゃったよ。あ、このね主人公ね、内山さんですね。声、あの内山さんといえば、あのキングダムハーツの6冊なんですけど、ボードじゃない、パーティーステータスで装備か。でここで武器変更ができますね。ただ武器がねまだゲットできてないんですよね。ガチャなのかな。で防具バッジと、まあ、アクセサリーみたいなもんですね。でここでスキルもう1個つけるみたいなことができますね。はいはいはい。で、レベルは、まあ、経験値ダンジョンがありそうかなって思いますが、あの、いかんせんなんかちょっとマップみたいのがないんですよね。うん、あ、ここか、マップ。ここでイベントみたいな感じで経験ダンジョンありそうなんですけども、ずっと冒険に出るとかいう画面がなくて、もうストーリーとともに普通の RPG みたいにワールドが変わっていくようなゲームです。すごい昔ながらの空気。あとね、曲ですよ。ボス戦とかすごいかっこいいんで、まあ、ぜひ、本当に今回はぜひおすすめなんで。で、次の要素、ボード。これでボードが解放できます。で、なんかランクが上がっていくみたいですね。で、ここでスキルとかがゲットできますね。AP っていうので。これは多分レベルアップでゲットかな。はい。で、レベルアップは、あの、そうっす、さっきと話戻るんですけど、今のところ敵倒してレベルアップするしかないのかなって思います。はい。まあ、今回はね、10分で終わらせようと思って、こんくらいの軽い説明になってます。まあ、軽い説明って言っても、あの、ストーリーがすごい面白いので、まあ、課金できない方でも、ぜひ、昔の RPG の雰囲気、プラス、なんか、新しい、このタイムスリップ要素っていうのが、加わった RPG になっております。ぜひねダウンロードするだけはただなのでやってみてはいかがでしょうかと。はい。でいつも通りのまとめになるんですけど、今回は星5をつけさせていただきます。でまあ単純に面白い、雰囲気面白い、まあ、ちょっと石配んないのはあれかなって。で戦闘も結構スピードあって面白いです。はい。てなわけです。今回はアナザーエデンの紹介でした。